こんにちは、ハールです。今回はヴィンテージ風オーバルリングの作り方をご紹介します。楕円形のビーズを使った存在感のあるリングになっています。若干作りにくい箇所はありますが、たくさん練習すればコツはつかめるようになると思います。材料はすべてセリアで揃いますよ。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ガラスビーズオーバル1個、これは縦12ミリ横10ミリの楕円形のビーズです。メタリックビーズラウンド41個から46個、リングのサイズによって数を加減してください。こちらは3ミリのビーズです。テグス3号60センチ。まずオーバルのビーズについてちょっと補足説明です。こちらの黒い方のビーズは裏と表があります。透明感があってビーズの穴がくっきり見える方が表になります。裏返すとビーズの穴が見えなくなります。こちらが裏ですので注意してくださいね。まずテグスにメタリックビーズを8個通します。そしてオーバルビーズの中で左右のテグスを交差させます。次にメタリックビーズ8個で左右のテグスを交差させます。このビーズの穴はテグスが引っかかりやすいのでちょっとやりにくいかもしれないですが、ゆっくり一つ一つ通していってください。そうするとこのような形になります。右のテグスにメタリックビーズを一つ通します。そしてこちら側のメタリックビーズを端から5個拾っていきます。そしたらこのように向きを変えて、もう片方のテグスにメタリックビーズを一つ通します。
そして同じくこちら側のビーズの端から5個を拾っていきます。そうすると2つのメタリックビーズの中でテグスが交差している状態になります。ここからアームを作っていきます。左右のテグスにメタリックビーズを2つずつ通します。そして両方のテグスを束ねてメタリックビーズを15個から20個ぐらい通していきます。指に巻いてみて、ちょっと短いくらいがちょうどいい長さになります。指輪になるようにつなげます。片方のテグスにメタリックビーズを2つ通します。そしてアームの作り始めのちょうど向かい側にあるビーズ2つに通します。なので8個のビーズのうち4個目と5個目のビーズに通すことになります。さらにそのテグスにメタリックビーズを2つ通します。ここでテグスを2回結びます。ちょっと結びにくいんですが、1度目は緩めに結んで、2回目はしっかり結ぶようにするとうまくいきます。
余ったテグスはアームのビーズ3つくらいに通してからカットします。これでヴィンテージ風オーバルリングの完成です。どうでしょう、テグスが緩まないように作業するのがちょっと難しいんですが、とにかくたくさん作ってコツをつかんでみてくださいね。こちらはブルー系のオーバルビーズで作ってみました。爽やかな色とメタリックカラーの組み合わせは季節を問わず使えそうですよね。カジュアルにもフォーマルなシーンにも使える万能リングですので、ぜひ作ってみてくださいね。